船橋競馬11レース長月特別1700です能力偏差値ですが A ランク1等 B ランク1等 C ランク2等のレースとなりますこれから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は 日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、様々な適正分析が可能です。例えば、3走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。 3走前は1800メートルとなります。一角通過順位はオレンジ色の四角です。3走前は5番手となります。着順はピンク色です。3走前は1着となります。枠は緑色です。3走前破産枠となります。馬場状態はグレーです。3走前は重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じ船橋となります。 馬体重変化は黒色ですそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています6枠6番ノットリグレットです能力偏差値はトップで偏差値ランクは A ランクとなります金5層では前層4層前5層前に黄色線を上回っています特に4層前は黄色線を13上回る優秀な指数をマークしています能力的には 一歩リードしています連帯確率は高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です今回は1700メートルとなります指数がピークとなっているところを見ていくと4層前はオレンジ色の着順が一着で紫の丸が1600 1600が適距離ですが3層前の紫の丸1800では低指数となっています 1700は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが3頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻って この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4。走前は4番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は4。5で4位です。上がり指数は40で3位です。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は？ 若干の、プラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。7枠7番、オーマイグッデスです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 前は紫の丸が16004層前は紫の丸が17001700は適17 1700距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は6番手からの競馬です4層前は6番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は45で3位です上がり指数は35で8位です まずまずの先行力で前目につけられそうです展開面は若干のプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています8枠9番ティーズ白クです能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩劣りますが連体資格は十分です 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が20003層前は紫の丸が18002000が適距離ですが3月の紫の丸1600では低指数となっています1700は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は7番手からの競馬です 3走前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は47でトップです。上がり指数は36で7位です。上がり指数は全く評価できません。差せない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。3枠3番、ロマンスグレーです。 能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では4層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと4層前は紫の丸が15005月は紫の丸が16001600が適距離ですが4月の紫の丸 1800では低指数となっています。1700は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4走前は7番手からの競馬です。5月は4番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は37で6位です。上がり指数は36で6位です。先行力 上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。両馬場では、指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。二枠二番、キャッスルブレイブです。 能力偏差値は5位で偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩をりますが連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと4月は紫の丸が21002100 21が適距離ですが昨年の10月の紫の丸今回と同距離の1700では 低指数となっています。1700は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、4月は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は19で9位です。上がり指数は38で4位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、 大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。5枠5番、大勢アゲインです。能力偏差値は6位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩をりますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、 紫の丸が1600、5層前は紫の丸が1600、1600が適距離ですが、昨年の12月の紫の丸、今回と同距離の1700では、まずまずの指数をマークしています。1700も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は後ろから、5層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます先行力は23で8位です上がり指数は41で2位ですまずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです展開面は若干のプラス評価していいですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は17週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがあります レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白の星を打っています。4枠4番、シティオブスターです。能力偏差値は7位で、偏差値ランクは D ランクとなります。近5層では、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、上位馬には一歩を取りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 5層前は紫の丸が16001600が適距離ですが2走前の紫の丸今回と同距離の1700では低指数となっています1700は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと5走前は8番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます 先行力は37で7位です上がり指数は37で5位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース間隔を見ていきます今回は12週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです過去1年間の対戦成績を見ていきます 暫定二重丸を打った6番の対戦成績は9番に対し1勝0敗3番に対し3勝0敗2番に対し1勝0敗と勝ち越しています6番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った7番の対戦成績は3番に対し1勝0敗と勝ち越しています7番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った九番の対戦成績は 有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定白三角を打った3番の対戦成績は6番に対し0勝三敗7番に対し0勝一敗2番に対し0勝二敗と負け越しています3番の対戦成績にはリスクがあります暫定罰を打った2番の対戦成績は6番に対し0勝一敗9番に対し0勝二敗と負け越しています 2番の対戦成績にはリスクがあります。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは6番ノットリグレットです。能力偏差値はトップの A ランクです。距離にリスクはあります。展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番オーマイグッデスです。能力偏差値は2位の B ランクです。 距離と展開と対戦成績を高評価しました黒三角を打ったのは9番ティーズハクアです能力偏差値は3位の C ランクです距離と展開にリスクはあります白三角を打ったのは3番ロマンスグレーです能力偏差値は4位の C ランクです距離と対戦成績にリスクはあります罰を打ったのは2番キャッスルブレイブです 能力偏差値は5位の D ランクです。距離と対戦成績にリスクはあります。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。 次に、全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介します。それではシンプルグラフへ切り替えます。シンプルグラフは、表示範囲を過去5層に絞り、指数グラフより簡易に能力判断、適正分析が可能となりなます。シンプルグラフの見方ですが、過去5層の指数を青色の折れ線で表しています。四角の中の数字は着順を表します。黄色線は連帯目安で、 この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表していますそれではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます20丸を打ったのは6枠6番ノットリグレットです過去5層の指数を見ていきます1層前は船橋1600にて黄色線を1上回っています2層前は黄色線を1下回っています 三層前は一下回っています。四層前は船橋1600にて黄色線を十三上回っています。五層前は船橋1600にて黄色線を五上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは七枠七番大マイグッネスです。過去五層の指数を見ていきます。一層前は船橋1600にて黄色線を一上回っています。 2層前は黄色線を黄色線を9下回っています。3層前は黄色線を1 2下回っています。4層前は今回と同条件の船橋1700にて、黄色線を2上回っています。5層前は黄色線を15下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは、8枠9番、ティーズ白クです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。 2層前は黄色線を16下回っています。3層前は黄色線を2下回っています。4層前は黄色線を18下回っています。5層前は1下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは3枠3番、ロマンスグレーです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を9下回っています。2層前は黄色線を13下回っています。 3層前は黄色線を10に下回っています。4層前は浦和1500にて、黄色線と同じ指数になっています。5層前は黄色線を4下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは、2枠2番、キャッスル・ブレイブです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を10に下回っています。2層前は黄色線を14下回っています。 3層前は黄色線を11下回っています。4層前は黄色線を8下回っています。5層前は黄色線を9下回っています。以上、偏差値上位場をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、 ぜひご利用ください。最後に、ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは 動画で紹介しております指数グラフの各場の一覧です過去1年の出走履歴と指数をプロットしているフルバージョンの指数グラフとなります次のシートですこのシートは過去5層に絞ったシンプルグラフとなりますまずはこのシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか次のシートですこのシートでは上部の表はレース予想動画でも紹介しております適正分析後の評価一覧となります 指数グラフから読み取れる各種適性について表示しております下部の表は展開分析のデータとなる各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率、推奨ランク 適性と能力比較ごみの推奨リスクを表示しておりますこの推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか